皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の英文法、今回は because について説明します。この because というのは何々だから、何々なので、なぜならという意味で、原因や理由を表すときに使う表現です。例えば例の1、私は疲れているので早く寝なくてはなりません、ね、早く寝なくてはならない理由は、私は疲れているということなので、原因となる I'm tired という部分の前に because をつけます。 Because I'm tired, I have to go to bed early. Because I'm tired, I have to go to bed early.こんな風になるんですね。この文章、今まで学習した if や when の時と同じように、前と後ろを順番入れ替えることができます。 I have to go to bed early because I'm tired。 こうなっても英文の意味同じなんですね。ただ if や when と同じように because の部分が前に来るとき、この時には後ろに続く文、まあ節なんですけれど、この間にカンマ、これを入れます。 because が前に来ているとき、後ろに続く文章の前、ここにカンマがありますね。このカンマを入れることを忘れないでください。 because、 why の質問に because で答えることができます。例の2で、 why are you happy? Why are you happy? あなたはなぜ嬉しいんですか、ね、why を使った質問に because を使って、Because today is my birthday. なぜなら今日は私の誕生日だからです。Why are you happy? Because today is my birthday.、ね、こんな組み合わせで質問と答え、ね、出来上がるんですね。またもっと長くして、I'm happy because today is my birthday.I'm happy because today is my birthday. 私嬉しいんです。今日が誕生日だから、ね。こういうちょっと長めの質問の答え方もできます。この because、接続詞なので、2つの文を1つにまとめることもできます。例の3、Ken didn't come to school. He was sick. という2つの文章。ね、この2つの文章。これを because を使ってまとめるとき、ね、どちらが原因になっているのかを考えます。 Ken didn't come to school。 Ken は学校に来ませんでした。 He was sick。 彼は病気でした。 Ken が学校に来なかったから病気になったのか、病気だったから Ken が学校に来なかったのかを考えたら、当然病気だからね、病気なので学校に来なかった。これが自然ですよね。ですから He was sick の前に because をつけて、2つの文章を1つにまとめることができます。こうなります。 Ken didn't come to schoolBecause he was sick. He didn't come to school because he was sick. もちろん because を前に出して、because he was sick, he didn't come to school. これでもいいんですね。
ただ because が前に出た時にはカンマをつけるのを忘れないでくださいね。よろしいでしょうか、ね、今回は because について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでください。ではまたお会いしましょう。さようなら。